サイクリン D は細胞周期の進行を調節するサイクリンファミリーのメンバーである。サイクリン D の合成は G1 期に開始され G1 期から S 期への移行を駆動する。サイクリン D タンパク質は生物種によって155アミノ酸から477アミノ酸と様々である。細胞のサイズが一定の大きさに達すると接合相手が存在しない。 成長因子と分裂促進因子が存在する、または栄養素が存在するときには、細胞は細胞周期に侵入する。人では一般的に細胞周期のすべての段階が時系列順に進行し、その各段階は周期的な発現を行う複数のサイクリン、マイナスサイクリン依存性キナーゼ複合体によって開始される。サイクリン CDK 複合体の機能は、 部分的に機能が重複している。CDK はサイクリンと複合体を形成することで活性化される。サイクリンの量は一般的にタンパク質合成と APC-C 依存的経路による分解によって調節されている。サイクリン D は重要な機能を持つ主要なサイクリンの一つである。サイクリン D は4種類の CDK、CDK2、CDK4、CDK5、 CDK6 と相互作用する。増殖している細胞では、サイクリン DCDK4、6複合体の蓄積が、細胞周期の進行に、重要な意味を持つ。サイクリン DCDK4、6複合体は、RB タンパク質を部分的にリン酸化して阻害する、ことで、S 期の進行に、重要ないくつかの遺伝子の発現を誘導する。 症状倍や他の多くの生物は一種類のサイクリン D しか持っていない。マウスと人では三つのサイクリン D タンパク質が同定されている。サイクリン D1、サイクリン D2、サイクリン D3 と呼ばれる三つのホモログは増殖中の細胞の大部分で発現しているが、それらの相対的発現量は細胞種によって異なる。サイクリン D は 酵母とウイルスに存在するホモログが最もよく研究されている。サイクリン D の酵母ホモログ CLN3 は G1 期に CDC28 と相互作用する。リスザルヘルペスウイルス2型やヒトヘルペスウイルス8型に存在するサイクリン D ホモログはウイルスの利益となるように宿主の代謝を操作する新たな機能を獲得している。ウイルス性のサイクリン D は 人の CDK6 に結合し、RB をリン酸化によって阻害し、G1 期の通過を促進する、遺伝子の転写を誘導する。ウイルス性サイクリン DCDK6 複合体は、RB の他に、サイクリン E とサイクリン A に結合する、CDK の阻害因子である、P27 切符を標的とする。加えて、人の細胞で CDK4 を阻害して、 サイクリン D との活性型複合体の形成を防ぐ P21CIP1、WAF1 や P16 インク 4A などの CDK 阻害因子に対しウイルス性サイクリン DCDK6 複合体は抵抗性を有する。成長因子はラス、ラフ、アークを刺激してサイクリン D の酸性を誘導する。この経路メンバーの一つであるモップックは転写因子ミックの転写を活性化する。 ミックは細胞周期に重要な遺伝子の転写を変化させるが、その標的の中にはサイクリン D も含まれている。このようにサイクリン D は成長因子が存在する限り合成され続ける。増殖している細胞ではサイクリン D のレベルは成長因子が存在する限り維持される。サイクリン D は CDK4 または6と複合体を形成していない限り、 G1 期から S 期への移行に影響を与えない。サイクリン DCDK4、6の最もよく知られた基質は RB タンパク質である。RB は細胞周期の進行、特に G1 期から S 期への移行を担う重要な調節因子である。リン酸化されていない状態の RB は細胞周期の進行に重要ないくつかの遺伝子の発現制御を行う。 E2 回ファミリーの転写因子に結合する。RB はディプレッサーとして機能し E2 回と複合体を形成することで E2 回による遺伝子発現の誘導を防ぎ細胞が G1 期を通過するのを防ぐ。活性型のサイクリン DCDK4-6 複合体は RB を部分的にリン酸化して E2 回への結合を低下させることで E2 回を介して サイクリン E 遺伝子の転写を活性化し、細胞を S 期へ進行させる。その後、サイクリン E-CDK に複合体が RB を完全にリン酸化し、RB の完全な不活性化を行う。サイクリン D は分裂促進因子の受容体の下流経路である、ラス、モップック経路、ベータカテニン TCF、リフ経路、パイサンキナーゼによって調節される。 マップキナーゼであるアークは、下流の転写因子、ミック AP-1 ホスを活性化し、これらが CDK4、CDK6、サイクリン D の遺伝子の転写を活性化し、リボソームの生合成を増加させる。ローファミリーの GTP アーゼ、インテグリン結合キナーゼ、フェイクは、インテグリンに応答して、サイクリン D 遺伝子を活性化する。p 十七キップ一と、 p 2 1シ i p 1は CDK を負に調節するサイクリン依存性キナーゼ素外因子である。しかしながら、これらはサイクリン D-CDK4-6 複合体の促進因子でもある。P27-KIP-1 と p 2 1シ i p 1がなければサイクリン D のレベルは低下し複合体は検出されなくなる。深核生物では翻訳開始因子 IF4E の過剰発現は サイクリン D のタンパク質レベルを増加させ、核外のサイクリン D のメッセンジャー RNA の量を増加させる。これは、IF4E がサイクリン D のメッセンジャー RNA の核外への搬出を促進するためである。サイクリン D の不活性化または分解による阻害は、細胞周期からの脱出と分化をもたらす。サイクリン D の不活性化は、インク4ファミリーのような月によって開始される。 インク4タンパク質は、ラスやミックなどの過剰発現による細胞増殖ストレスに応答して活性化される。インク4はサイクリン D 依存的 CDK に結合し、複合体全体を不活性化する。また、GSK3β は、サイクリン D タンパク質のスレオニン286番残器をリン酸化して阻害し、分解を誘導する。g s k はリン酸化によって、 パイ3ナーゼ経路による負の調節を受けるが、これは成長因子がサイクリン D を調節する経路の一つである。このように細胞内のサイクリン D の量は転写誘導、タンパク質の安定化、核移行、CDK4 と CDK6 との結合など様々な調節を受けている。光線力学療法による P21CIP1 和 F1 の誘導によって、 サイクリン D が阻害されることが示されている。サイクリン D の阻害によって CDK2 と CDK6 の阻害も誘導される。これらすべての過程の結果、細胞周期は G0、G1 期で停止する。DNA 損傷は二通りの方法で CDK に影響を与える。DNA 損傷後、サイクリン D はプロテアソームによって迅速に一過的な分解が行われる。 分解によって CDK4 との複合体から p 2 1一シップ1が放出されることで P53 非依存的な CDK2 の不活性化が行われる。もう一つの方法は P53 依存的な p 2 1一シップ1の誘導によってサイクリン E-CDK2 複合体を阻害するものである。健康な細胞では野生型の p 十三はプロテアソームによって すぐに分解されるが DNA 損傷時には安定化されて蓄積する。酵母では全てのサイクリンは同一サブユニット CDC28 に結合する。酵母のサイクリンは遺伝子発現ファー1などの月による阻害、指基地を介したタンパク質分解によって制御されている。人の癌の多くが細胞周期調節や 成長因子依存的経路の異常によって生じると、すると、サイクリン D は細胞周期の制御や成長因子シグナル伝達に関与するため、癌遺伝子である可能性がある。正常な細胞では、サイクリン D の過剰酸性は G1 期のみを短縮する。サイクリン D の成長因子シグナル伝達における重要性を考えると、癌細胞で成長の調節が行われない原因は、 サイクリン D の調節の欠陥によるものである可能性がある。制御を受けないサイクリン d 酸性は形成されるサイクリン DCDK4 複合体の量に影響を与える。サイクリン DCDK4 複合体は成長因子が存在しない場合でも G0S 期のチェックポイントの通過を駆動する。サイクリン D1 の主要形成における 必要性はアンチセンス法や遺伝子結質によるサイクリン D1 の不活性化によってインビボで胸部や消化管の使用の成長が低下することから示されている。サイクリン D1 の過剰発現はチブサでの使用形成の誘導に十分であり、細胞増殖の誘導、細胞生存の増大、染色体不安定性の誘導、オートファジーの抑制の原因となるほか、 その他の細胞周期調節以外の非典型的な機能が報告されている。サイクリン D の過剰発言は遺伝子の増幅や SRC、ラ a s ルベにスタ STAT3、STAT5 などの成長因子や癌遺伝子による発言、タンパク質分解の異常、染色体点座などによって誘導される。遺伝子増幅は膀胱癌、 食道癌などでのサイクリン D の過剰酸性の原因である。肉種、大腸癌、悪性黒色種の場合、サイクリン D の過剰酸性は見られるものの、サイクリン D を高度する染色体領域の増幅は見られない。副甲状腺選手の場合、サイクリン D の過剰酸性は、染色体転座によって引き起こされ、サイクリン D1 が不適切なプロモーターの影響下に、 置かれることで過剰発現が引き起こされている。この選手では、サイクリン D1 遺伝子は副甲状腺ホルモンの遺伝子に転座しており、異常なレベルのサイクリン D が産生されている。同様の機構によるサイクリン D の過剰発現は、マントル細胞リンパ種など B 細胞の主要の一部でも見られる。同様に、サイクリン D の遺伝子の転座による過剰発現が人の乳がんで見られる。さらに、 がんの発生はサイクリン DCDK46 複合体の重要な機質の一つである RB タンパク質の変異によっても促進される。人の腫瘍では RB タンパク質の変異は高頻度で生じている。活性型 RB は細胞周期の進行を担う遺伝子の転写を防ぐことで G1 機のチェックポイントの通過を防ぐ。サイクリン DCDK4 複合体は RB をリン酸化して不活性化することでチェックポイントを通過させるが、癌細胞では RB の異常な不活性化によって細胞周期の進行の重要な調節機構が失われている。RB に変異が生じていてもサイクリン D と P16 インク4のレベルは正常である。P16 インク4は G1 期の R10 の通過に際して重要な CDK 阻害因子である。 P16 インク4の機能はサイクリン DCDK4 複合体の不活性化である。そのため P16 インク4を高度する遺伝子の転写の阻害はサイクリン DCDK4 の活性を増大させ RB の異常な不活性化をもたらす。成長因子シグナル伝達において P16 インク4サイクリン DCDK46RB 経路は重要であり、いずれの因子の変異も がんの発生の原因となりうる。サイクリンの変異体解析からは、サイクリンが細胞周期への侵入をまさに調節する因子であることが示唆されている。公募では3種類の G1 期のサイクリンのいずれかの発現によって細胞周期の進行が開始される。細胞周期の進行は細胞のサイズとも関係しているため、サイクリン D やそのホモログの変異体では、 細胞周期の開始が遅れる結果、細胞分裂時の細胞の大きさは、正常なサイズよりも大きなものとなる。P27 切符のノックアウトマウスでは、サイクリン D が阻害されなくなるため過剰賛生される。一方、P27 切符とサイクリン D1 のダブルノックアウトマウスでは、正常な発生が行われる。ありがとうございます。